担当付き西澤参事官補佐より本シンポジウムの趣旨等についてご説明いただきます。西澤補佐、よろしくお願いいたします。今、ご紹介に預かりました西澤でございます。地区防災計画をやっていらっしゃる方はちょっと私とお会いしたことも結構あるかもしれませんけども、久しぶりに内閣府の、方に戻ってまいりまして、防災担当をやっております。地区防災計画、皆さんご案内のように2013年の法改正で、できた制度でございますけれども、紫先生、地区防災計画地区防災計画課には名誉会長でございますけれどものお言葉を借りるのであれば、良言の火のように、全国に広がったと。今全国で数千地区で地区防災計画作りが実践されているということでございます。この10年、本当にすごく早く進んだなと思って驚いているところでございますけれども、それから皆さんご案内の地区防災系学会みたいな学会もできてですね、あと今日も発表されてますけど地域安全の学会とか、あとこの前このセッションの前にあったマンションのですね発表も、大変地区防災計画に近いお話、地区防災計画そのもののお話を結構あったと、承知しております。防災の中で、特にコミュニティ防災共助を論じるにあたって地区防災というのはもう欠かせない、大論点となっていると、認識しております。で、私大学に出向していたこともあるので、本当に防災医学の中で、この分野っていうのはものすごくこう今後伸びるなと思って私も、やっていたんですけども、今日は実務の方で、内閣府側として今日挨拶を、しておりますので、ちょっと今日4人の先生方、まさに第一線でご活躍になっている、先生方にお話を聞けると、これ大変楽しみにしております。で、ご案内かもしれませんが、例年の地球防災機フォーラムはですね、個別に実施しておりまして、今年初めてですね、この防災国体の中で実施することになりました。すでにたくさんの方に来ていただいて大変ありがたいと思っております。来年は熊本と聞いておりますけれども、今後ですね、去年は神戸、今年はこの神奈川、そして来年は熊本ということで、かなり地区防災計画とも関係の深いところの防災国体が進んでいるということもございます。今日は先生方にその辺のことも含めてですね、ちょっとお話をいただこうと思っております。それではこれ私の挨拶させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日ご登壇いただく4名の推薦方をご紹介させていただきます。まずはじめに会場左手側から、アトミ学園女子大学鍵谷先生、よろしくお願いします。続きまして東京大学、加藤先生、続きまして早稲田大学稲田先生、最後に兵庫県立大学大学院坂本先生。はい、以上4名の先生方と一緒にですね、本日はただいまご紹介させていただきました、本日のテーマである関東大震災100年の教訓を踏まえた地域防災計画作りということで、各10分程度ずつ、話題提供いただきまして、その後最後に残りの時間でこの4名の先生方と一緒にですね、トークセッションをさせていただければというふうに考えております。本日は90分という限られた時間の中ではございますけれども、先生方をはじめ会場の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですけども話題提供に移りたいと思います。アトミ学園女子大学鍵谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。他の先生方におかれましては一度お席の方までお戻りいただければと思います。それでは鍵谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきました鍵谷はじめでございます。気軽にちできれいな、あんまり難しいこと言うつもりはないんですけど、地区防災企画なんで広がったかというと、やっぱり楽しいからでしょうね。面白くねえのはやっぱりやらないので、面白く喋っていかねばいけねえなと思ってます。今日はですね、関東大震災100年の教訓ということでございますので、ちょこっと私から見たらたくさんあるんですけど、私から見たら5つほどあるかなということで挙げました。まず初期消火、これがやっぱり江戸の町火消しは2万人いたんですね。2万人で100万都市を守ってたんです。ところが関東大震災の頃は1500人くらいなんですよ、町火消しの数って。で、常備消防が増えるんですけど、常備消防の人たちは関東大震災で混んでてね、車が消防車が通れない、さらに消火栓は断水して出ないということで、全く火が消せなくて、その間にどん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 火が大きくなっていってしまう。だから最初の段階で初期消火できるということはやっぱり大事なんですよ、基本の木なんです。今の
東京もどんどん危なくなってるんですよ実は、ね、初期消火できる人すぐ投げてからこれちゃんと頑張らないといけないです東京も神奈川もですねそれから流言ですねこれは真っ暗だから普段ならね信じないことも真っ暗な中でもしかしてやったらしいよ毒入れられたらしいよということで人々の間に不安の心の中にこう種をまいていったわけですよだからこれも正しい情報がちゃんと伝わるように考えないといけない、まあ地区防災計画の中でもですね情報伝達というのはとても大事なところですねそれからご遺体が多すぎて被災者支援が遅れたんですねご遺体が多すぎるこれは東日本でも見られた傾向でご遺体が多いとそっちの方に資源を全部取られてしまうそして生きてる人への支援ができないその結果北原先生のご本の中にはこう書いてあります生存者は露宿して便所は甚だ不潔で糞尿が流出しているこれが首都の状況だったわけですねだからご遺体を出さない防災はやっぱり命を守るっていうのが一番大事なんだとそれから広域避難ですやっぱり弱い人も都市部に残ってるとですねその人の世話をしないといけない一回とりあえず田舎に行けとみんなそういうふうに追い出されたんですねなんと220万 の, とあの東京市で173万人が東京市から流出です、ね、3分の1いなくなったわけですそこでいろんな復旧復興をしていったわけですで復興計画はもうこれ大変有名なんですけれども後藤新平の帝都復興の記は9月6日です震災後5日後ですでもそんな天才的なことできるわけないできるわけないですね1921年5月に東京市政刷新要綱というのをもう作ってあったわけですよねそれは震災を予想したものではありません今後こういう街づくりしていこうということをちゃんと出していてでそれで災害が起こったじゃあ今度これをパッということで出さないです準備なしに大きな仕事はできないですよということですねで災害被害の方程式のどうしてもこの外力の方に注目が集まるんですが、まあ、私はどっちかというと文化系の人間なので人口とか社会の弱さというところにこう気がいくわけですその東京当時の東京市は220万人でこんな状況になるこれが上野の駅ですね今972万人ですさあこの人たち全部下に降りてきたらどうなるんでしょうかということですねで働いている人だけが帰ろうとしたところでこんな状況になるわけですねでもう一つは社会の弱さですね関東大震災の時の平均寿命というのは男41歳女43歳ですこの中にはだいぶそれを超えている方いらっしゃいますけれども、はい、今は男81歳、女87歳、もう本当にあれがでことですよね。だから正直言うと何の努力もしないで長生きさせてもらえる社会になったわけです。まあ、そうは言ってもね、病気とかやっぱりありますけれども、それでも長生きできるようになったのは栄養が良くなった、衛生環境が良くなった、そして医療が充実したというそういう制度設計がうまくいったわけです。で、この年を取った人のただ厳しくなるのは要介護とか養子縁になった場合ですね。75歳以上になると3割くらいは要介護養子縁です。この要介護の方の状況というのは自分で入浴できない50メートル以上歩けない人は7割います。階段を上り下りできない人が8割です。垂直避難してください。人命を守る行動をってこう言いますけど、無理よね。という人だって実際にいるわけですね。そして、便の失敗のある人も6割7割この人たちに小学校の小さな避難トイレの避難所に行ってトイレやってくださいってそれは無理です避難しないわけですでそういう可能性が高まる75歳以上の人は阪神大震災の頃に比べると 2.6 倍以上に増え単身者は 3.2 倍に増え難病患者は6割以上増ええすいません難病患者、障害者が6割以上増え難病患者は 3.24 倍になり一方で近所付き合いはガクッと減って、いる状況でございますのでこのやっぱり近所付き合いをちゃんともう一回戻していかなきゃいけないというのが基本でありますねでそれを地区防災計画でやってみた
で高知市の下地地区というところが3年続けてしっかりとした地区防災計画を作ったんですが、これはなんと事前復興であります。事前復興を含めて作った。そうしましたら災害後に弱くなりがちな人の復興、これが中心になったんですよ。で東日本大震災の復興計画の概要、これを佐藤昭一さんらのいい研究があります。主要な復興政策はこうです。災害に強い町、暮らし生活の再建、産業、こういうふうになるんですが、復興7要素のうち人と人のつながり、心と体と人の要素が弱かったっていうのが彼の結論なんです。復興7要素って何って言ったら、住まい、人のつながり、町、心と体、備え、こういうものが阪神・淡路大震災の後のワークショップなどでも調べられたわけです。でしばらくしてこの復興7要素、これ3年後くらいなんですが、10年後くらいですかね、2003年8年後のワークショップになるとどうなったかというと、まあ、大体家はなんとかなったわけですから、家の問題はガクッと減って、1位はなんと人と人のつながりなんですよ。人と人のつながりが戻ったときに我々は復興した、こういうふうに考える人が多かったわけです。だから復興っていうのは人と人のつながりっていうのをソフト面では考えておかなきゃいけない。で下地地区ではその復興計画の基本コンセプトを、のびのび遊ぶ子どもたちを中心に地域のつながりで楽しく安心して暮らせる災害にも強い町下地ということで、人のつながりっていうものがもう事前復興の中のど真ん中に、実はこんな話は全く私も知らなかったんです。下地の人も知らなかったんです。ところがこういう結論が出るわけですね。で復興計画の5本柱は子ども高齢者、働く世代、災害に強い町、コミュニティ、まあ、人の復興と町の復興であります。すごいなと思いますね。まあ、これちょっといきますね。じゃあマンションの地区防災計画の中ではハード×ソフト×ハート、このハートっていう部分が心の部分ですね。この前のセッションで、ソフィアステーションの安倍さんという、まあ、当時の理事長さんが、地区防災計画を作りました。でいろいろやっているわけですけれども、マンションでいながら6割以上の住民が参加する、しかも家族参加する、実践的な訓練する、中学生のジュニアレスキュー隊をする、そして深夜まで続く反省会があるわけです。これは札幌時計台ビルです。時計台ビルっていうと皆さん産業ですよね。全部テナントです。テナントさん同士が人間の付き合いというのはほとんどなかったわけです。ところがここでよしチャレンジだっつワークショップをやりました。森永さんって言っちゃいけないわな、お菓子メーカーさんがいましたんでお菓子差し入れをしてくれました。はい、いいことですね。そしていろんなことをしました。でキーになったのは実はこの女性、保育園の園長さんです。その札幌時計台ビルには保育園があったんです。あの人たちをみんなで守らなきゃいけない。で活動の目的は札幌時計台ビルは赤ちゃんも安心できる助け合いの街になる。そうテナンさん同士が協力してどうしようかって話になってぐぐっと盛り上がってまいります。で、まあ、結論を言うとどうなったかっていうと、まあ、こういう保育園児対応チームを作ろうということで、みんな頑張るんですが、災害時共助は可能ですか、ワークショップ前にアンケートを取りました。できる25、できない38、見てください。ワークショップ終わって地区防災計画できたらできる59、できない5です。劇的じゃないですか。だから企業だって人なんですよ。人と人がつながればやる気が出るわけです。食料水等の防災予知区を備蓄しているか、しているって言ったのが26、してない37が41と22に変わります。この効果で誰も災害時のトイレ準備してなかったんですよ。で各テナントさんがこれはいかんということで準備するようになった。そして子は貸す街であります。保育園児をみんなで守ろうということで一致団結したんですね。だから都市防災というのはやっぱりマンションともう一つはビルなんですよ。
これをしっかりとやらなきゃいけない。でビルでもちゃんとできたっていうのが、まあ、今回のご報告の一番お伝えしたかったことでございます。はい、では私の話はここで終わります。ありがとうございました。はい、鍵谷先生ありがとうございました。続きまして東京大学加藤先生にご講演いただきます。それでは加藤先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、加藤です。よろしくお願いします。鍵谷先生ぴったし10分でお話しされましたね。素晴らしいです。まあ、1人10分ということなんですが、頑張って10分で喋るつもりでいますが、きっとオーバーするなと思いながら今立っております。で関東大震災100周年ということで100年前を振り返ろうかと思ったんですが、ちょっと勘違いして僕は100年先を見据えてしまいました。で今日は地区防災計画のフロンティアを考えるということで、地区防災計画、まあ、すでに創世期は、超えて今普及段階に入っていると。でこう普及段階に入ると、まあ、実はいろんなこう面白いケースもあるんですが、やっぱ横に広げることにこうやっぱ注力してしまうと。でそうではなくてもっとこう先をこう目指していこうという話をしたいと思います。で従来の共助のこう概念、これを超える、それから地区防災計画といえばソフトなんですけど、ソフトだけっていうのを超える、でそれからマンパワーにこう注目が集まってますが、マンパワーだけを超える、で避難に注目が集まっている、避難だけを超えると。で先ほど鍵谷先生ビルっていう話がありましたけど、まあ、基本的に今横展開は住宅地中心で展開されてますけど、ビルとか商業業務地域とかですね、こう従来の地区防災が対象にしていなかったところにも視野を広げるべしということで、6つの話をしたいと思います。10分で6つですからね、そもそも無理があるなと。でまず1つ目です。で1つ目はですね、こう自立災害時自立生活圏、というのを今後目指していくべしってい う, こう話なんですね。でこの写真いろんなところでご覧いただいてるんですが、これ避難所の写真ではなくて娘が小学校6年の時の運動会のお昼ご飯の様子なんですね。でこの日は非常にこう日差しの強い日でしたので、普通は運動場で弁当を食べるんですが、弁当を食べ始めたらやっぱちょっと暑いなと、体育館で食べようって出遅れていったらこんな状態なんですね。そして学校の体育館は小学生の家族 6,7 割が入るといっぱいになっちゃうわけです。で救急車だいたい人口3万から5万に1台あるわけですね。で単純計算すると東京消防庁約250台ぐらい多分消防自動車持ってると思います。で1人を搬送して病院に届けて帰ってくるのにだいたい2時間かかると。で単純計算しますと震災後12時間後に、先着1500名様限りで救急車に乗れるという程度の実は数しかないんですよね。ということはやっぱ地域が持っている力をですね、もう最大限こう発揮して、なるべくならば地域外のリソースを使わずに災害を乗り越えていくと、これをこう目指していくべしというのがこの災害時自立生活圏という考え方なんですね。でそのためにはやること簡単で膨らむ需要を減らす、足りない資源を膨らませる、まあ、これをこう各地域でやっていくということが非常に重要なわけです。でこう需要を減らすっていうのはですね、僕は需要のダイエットとかですね、省需要、省エネルギーの省と需要をこう減らすと、まあ、いうことを言ってるんですけれども、それはやっぱり地域の力でやっていく必要があるだろうと。でこれは需要を削るって話ではなくて、不要不急の需要を膨らむのを防いでいこうと、要するにこう無駄な贅肉を落としていくと、いうことを地域でやっていく。で資源に関してはですね、こう4つあるかなと思ってて、で1つはこう災害時有給民間施設と、災害時に本来目的で使わなくてもいい民間施設って山ほどあるんですよね。で分かりやすいのがパチンコ屋さんですよね。パチンコ屋さんこう災害後に BCP 発動して、営業再開しちゃうと逆に品種買っちゃいますので、むしろ休んでた方がいいです。だからああいう例えばパチンコ屋さんのような施設を使うと資源は膨らむ。であと自然環境も災害に強いので使えると。でそれから余力を持っている人が安全のお裾分けをしていくと。でさらには持ち寄りの共助、僕はキャベツ持ってます。
坂本先生は小麦粉を持ってますと。で、鍵屋さんが鉄板を持ってれば3人集まるとお好み焼きっぽいものができるわけですよね。ですからそのこういろんなものを資源を持ち寄るということで資源をこう劇的に膨らませるということもこう新たな共助の役割だというふうにこう思うわけです。で、2つ目の話です。で、これソフトの限界を超えて長期を見据えたハードの計画と連携すべしと。で、それによって相乗効果を生み出していくんだという話です。で、地区防災計画、場合によってはこれ根性主義になりがちですよね。もうみんなで頑張ろうと、みんなで頑張ろうと。だけど頑張っても頑張りきれない場合もあるわけです。で、そうするとやっぱりハードの力が必要で、例えばこう伊豆市の統一地区ではですね、津波防災地域づくり推進計画、これはハードの計画です。で、今こう海岸沿いの松林の中にですね、夕日が見える展望レストラン付きの避難タワーを作っているんですが、まあ、こういう施設もの力も借りながらソフトも頑張ると。で、これ後でまた説明しますけれども、東京駅前の大手町丸の中楽町地区では、都市再生安全確保計画、こう再開発しながらこう町を安全にしていこうと、まあ、いう計画があるんですけど、そういったハードの計画と地区計画を連携させると、まあ、こういう視点も非常に重要だと。で、さらには3つ目、過酷なハザードの条件下でのソフトの限界を踏まえると。で、例えば津波が来る地域でですね、僕が携わっているところは非常に短い時間で来るんですね。何年か前にこう内閣府でいろんな地域の人が集まってこう議論しました。もううちはもう津波すぐ来るんですって、たった15分で来るんですっていうのをおっしゃってた地域の横で、この伊豆半島の東海岸の人はもう15分余裕じゃんみたいな東海岸は6分とか4分ぐらいで来るんですね。これ地震が始まってから6分4分で来ますので、揺れてる途中に津波が来る可能性があると。で、こういうところではもうどんなに根性を出してもお年寄りは逃げられないんですよね。で、例えばこういうところですと、こうちょっと企業と連携して2年前にですね、スズキ自動車がこのシニアカーというシニアカーを貸してくださいまして、まあ、それを使ってこう逃げると。で、これシニアカーが避難裏山の、避難場所まで、行けるとですね、これ電気も一緒に運んでくれるんですよね。っていうふうに、つまりこうテクノロジーとですね、やっぱ組み合わせていくっていうことが、まあ、非常に重要かなというふうにこう思ってます。だから根性の限界をテクノロジーで埋めると。で、それから避難に今視点が集まってますが、避難したからそれで済むかっていうと済まない地域山ほどあるんですよね。で、例えばこう伊豆半島のこう東海岸はですね、まあ、4分6分で津波来ますから、もう命からがら逃げるわけですね。で、逃げた場所はしっかりとした機能のある施設ではないんです。4分6分ですからね。で、その山の中でこう取り残された時にこうちゃんとそれ以降生き延びる計画っていうのも当然必要になってくるし、あとは浸水した中の命からがら逃げてる建物の中に孤立している人もいるので、そういう人たちを地域外から助けに行かなければいけないと。で、ところがですね、外からの応援のところは土砂災害で多分道が寸断されてるんですね。ですからそれを地域の中で全てをやり尽くさなければいけない。まあ、こういう視点も重要だということです。で、そして5つ目がですね、これ新しい地区防災計画の位置づけかなと思ってるんですが、平成の大合併でこう市町村合併しています。で、台東合併のところもあれば、もう九州合併のところもあるわけです。で、その吸収された自治体を見るとですね、かつては役場があり地域防災計画があり、で、役所の人も大勢いたわけです。で、ところが吸収されたところは今見るとですね、遠くの町からやってくる市役所職員が2人、嘱託が2人で、地域防災計画もなくなっていると。で、この地区防災計画をですね、コミュニティレベルの地区防災計画と、大きな市の地域防災計画の間に吸収された旧町村の地域防災計画相当の地区防災計画っていう位置づけもだからありえるんじゃないかなというふうに思っています。で、そして最後です。商業業務地区です。で、先ほど鍵谷先生がビルっていう話をしたんですが、こうビルのこう集合体としての町、そういう町の地区防災計画っていうのはこうありえるというふうに思っています。
で先ほど言ったみたいにこう再開発をこうすることしながら街を安全にしていくという都市再生安全確保計画があります。でそれからビル単位だと消防法でこう消防計画で防火防災管理の計画がこうあります。でこれ実は今全部バラバラなんですよね。でさらにこう帰宅困難者予備軍の街にいっぱいいる人たちっていうのは防災の担い手としての意識も足りないと、で問題だ問題だと言ってるんですけど、地区防災計画を作ることで、既存のこう縦割りの計画をこう上手にこう統合していくと、でハードの計画も、統合していくと、でさらにはここのこう従業員の人たちのマインドをこう変えていくいう、 こう使い方っていうのがあるんじゃないかということで、これに関してはですねもう実践してまして、あ動かなくなっちゃいましたね、実践してまして、あれなんで動かないんだろう、なぜ動かないんだ、なぜ動かないでしょうね、こっちにマウスがあれば動くんですかね、あ動きましたね。で大手町丸の住楽町東京のですね、では地区防災計画というのを、作りまして、まずは第一弾としてこう、ここで働く人に対してこうマインドを変えようというような計画書が一応こう完成してオーソライズされています。であと、これ秘匿って書いてありますけど内緒で聞いてくださいねでこれ現在進行形で高輪ゲートウェイシティでも同じようなことをやってまして、で昨年はですねこれテクノロジーの力を借りてこう災害時のこう街の様子というのをこうシミュレーションしています。でその状況を受けて今年はこれまだ街開きしてませんからね、街開きする前に地区防災計画を作っておいて、で街開きしていろんなテナントとかが入ってきます。で入ってくるテナントはもう町のルールとして決まっているので、みんなこの地区防災計画に従ってこう災害のへの備えをこうしていくという形を今模索しようとしていますけど、秘密ですので皆さん外であんまり喋らないように、してください。はい、以上ですね。はい、以上で、はい、ありがとうございました。加藤先生ありがとうございました。時間ぴったりのご講演大変助かります。では続きまして早稲田大学の稲田先生お願いいたします。それではちょっとスライドを移すまで少々お待ちくださいませ。はい、それでは準備できましたね。稲田先生の方どうぞよろしくお願いいたします。はい、稲田です。私の方はデジタル技術、私自身は情報通信の専門家であって、またイノベーションの専門家なので、そういう観点から少し防災ということを考えてみました。イノベーションの専門家って何やるかというと、最近は流行りっていうのは望ましい姿、それも50年先とかですね、100年先とか想定するようなことを結構やったりするんですけど、そこだと皆さん俺に関係ないもんだっていうふうに言われちゃうんで、2035年とかそういったところでよく想定するんですけれども、私自身災害時に死者や重症者を一人も出さない、こう考えたらどうなるのかということで少し考えてみました。当然ハードウェア的な対策、これ極めて重要です。特に地震とかですと建物がやっぱりガチッとしないとダメなんですよね。それから火災を防ぐためには延焼を遮断するようなところをちゃんと作ってなきゃいけない、となると街づくりをやってないと絶対ダメなんですね。だけどそれだけではやっぱりダメなところが多くって、やっぱり共助みたいなところがあったり、どうしても避難しなきゃいけないのでそこの運活の運営するとか、そういったような形でソフトなところの対策も必要になってきます。それからもう一つ大きいのはですね、実際に地震にあった時に自分の家ちゃんと立ってるけど大丈夫なんだろうかっていうことを不安になる方いっぱいいらっしゃいます。でこれは最新の ICT 技術を使うと、これが即座に安全かどうかっていうのが判断できるようになるんじゃないかというふうに言われたりしております。そうすると自分のうち怖くて戻れないと思ってたんだけど安全だと判断されたら戻れますよね。結構そういったところが変わってきてるのかなと思って、ただこういったハードウェア的な対策、ソフトウェア的な対策だけではなくって、やっぱりこういったものをどう捕まえるかっていう意識の問題もすごく重要だというふうに思っております。最近変革だとかっていうことでいろいろと言われてますけれども、
いろんな企業でそういったチャレンジをやった結果、やっぱり成功する企業っていうのは社員の意識が変わるんですよね。やっぱり防災も同じかなというふうに最近思っているところでございます。でちなみに、首都圏の直下で地震が起きたときどうなるのかということで、あの2012年と2012年、何が違うかというと、住宅の耐震化率ちょっと良くなってます。10ポイントくらい良くなってますね。整備地区の不燃領域率、あの木密と言われるあの木造の住宅がみっちり建っているところの、不燃領域率も若干良くなっております。これちょっとだけ良くなってるんですけども、被害の推定見ると結構違うんですよね。建物被害っていうのが、30万から19万ということで 36% 下がってますし、死者数についても、9600から6100みたいな形で、これも 36% 減みたいな形になっています。これさらに住宅の耐震化率っていうのが 100% になるとですね、さらに、全壊棟数が 4.9 万とか、死者数が2000人減少するみたいなことが言われてますので、やっぱり街づくりをきちっとやると災害が減るということが分かっています。だけど結構私死者数ゼロにするって、これ見るとこれ難しいなと思いました。でなぜ難しいのかというと、地震は予知できないからなんですね。ところが今だんだんと予知できるような領域が増えています。例えば大雨が降るとですね、この川が洪水発生するみたいなことが6時間前ぐらいに洪水では予知できるようになっておりますし、また津波の場合、これ本当に時間は短いんですけど予知できるようになっています。そういった予知できる領域というのが徐々に増えてきているのかなというふうに思います。そういったことでですね、実は私の姿っていう望ましい姿っていうのは、災害時に死者とか重症者を一人も出さないっていうふうに、こういうめちゃくちゃなことを自分で想定して、そのために何ができるかということを考えてみたんですけども、こういった自治体がいるんではないかというふうなことをちょっと考えて、探してみました。探索の方針としてはですね、災害リスクが高い地域で、かつこういったことを実現するとなると地区防災計画絶対立ててるはずだ、それもたくさん立ててるはずだということで探しました。簡単に見つかりました。地元の東京都の足立区っていうのがですね、2012年から死者をなくすという目標を掲げて、防災対策を推進する区部長さんがもうこういったことをやるんだと言っちゃったから、自治体の職員というのは区部長さんが言うともう皆さんやりますというふうに言わざるを得ないんで、こういったことで防災対策を推進しているということで、地区防災計画震災対策編が34、水害対策線12、合計でですね46 の、 地区防災計画を立てていらっしゃいます。特に災害リスクが高い町会とか自治体に働きかけて作成にあたっても足立区の方がしっかりサポートするというふうなことで作られておるところでございます。ここで非常に面白かったのはですね、これ足立区の千畳岡町の西町会というところの地区防災計画なんですけれども、ここのところ赤くなっているところが多いところが千畳岡町の西町会のところがここら辺なんですけれども、ここは何をやったのかというとですね、地区防災計画の策定にあたって、延焼シミュレーションというソフトを使っています。これ消防研究所とかそういったのがですね作ったりしておるんですけども、そこで延焼シミュレーションやってみるとですね、発災48時間後の消失率っていうのが、これ何回もシミュレーションいろんなケースでやるんですけども、40から77% に上って、大変燃えやすい町であるということが分かったということで、やっぱりこういったシミュレーションやってですね、自分の町が燃えるとなるとめちゃくちゃショック受けますよね。最近結構そういうシミュレーションって増えていて、これは建築現場とかなんですけども、建築現場では高いところに登った時に命綱をつけないやつがいっぱいいるんですよ。で何やってるかというと、シミュレーションということでバーチャルリアリティでゴーグルつけてですね、そこで要するに建築現場の高いところに登った映像を映し出して、それでたまたま足場がぐらっとよろめいて落っこちるような、そういったシミュレーションをやらせるんだそうです。そうするとやっぱり落ちるっていう感覚を実感するとですね、皆さんやっぱり落ちたくないというふうになって、みんな命綱をつけるようになるというふうになっておりますし、また火災なんかもですね、最近シミュレーションというのができてきて、実際にゴーグルつけてですね、火災が起こったように見えるんですよ。
そうするとやっぱり皆さんですね、逃げ切らんのですよね。実際に火災訓練とかやって皆さんのんびりと行ってちゃんと火災訓練終了みたいな格好でなるんですけども、実際にそういう映像を見ると足がすくんで逃げられないとかですね、そういったことがあって、やっぱそういったものをやってみて、それで逃げることができるようになるとなると、実際に体が本当に火災が起こった時も動くみたいな形で、そういったシミュレーションって非常に重要なんですけれども、ここはそういった炎症シミュレーションで得た知見というのを地区防災計画に反映して、かつ同時にですね、まちづくりにも反映されているというのがすごいのかなというふうに思います。これは足立区と協力して燃えにくいまちづくりということで、当然建物の不燃化対策をやらなきゃいけない。これやるとですね、やっぱり実は私も行ってきたんですけど、結構新しい家多いよねっていう感じなのと、それとあと空間が増えるんですね。やっぱり家がなくなった時にそこを公園なんかにすると、それでやはり火が燃え移る可能性が減るということで、そういった対策をやるということによって火災が燃え広がらないようにするみたいなことをやっておられます。そういったことのきっかけになったのは、そういった炎症シミュレーションで自分たちの街って燃えやすい、やばい街なんだということを理解したところが、そういったことにつながっているのかなというふうに思っております。そういった意味でデジタル技術、データ活用、それと地区防災計画考えてみるとですね、これいろんなところで僕使えるんだろうと思ってます。例えば災害リスクを客観的に評価したり、あるいは土砂災害なんかですとセンサーつけて予知するようなことができておりますし、また加藤先生なんかもちゃんと道具を使ってですね、避難訓練の時間がどれぐらい短縮できるかみたいなことをやられておる。やっぱり皆さん自分たちがやったことが記録されて評価されると分かるようになるんで、そうすると何か改善しなきゃいけないなというふうなことを考えるんだと思うんですね。そういった意味でシミュレーションなんかによって災害リスクを身近なものというふうに考えてもらうということも重要ですし、それから災害時の誘導とか避難所の運営みたいなところにも使えますし、そういったいろんなところで使えるのかなと思います。ただこれは情報通信部屋内にいるものなんですけれども、ちょっと恥ずかしいことなんですけれども、使ってもらわないとなかなか良くならないんですよね。出来悪いやつがすごく多いです。だけど使ってるうちにですね、ベンダーさん提供する人の頭をぼかすか殴ってるうちにだんだんと良くなるというのが情報通信技術の特徴でございますので、使って小づいて、それでもっと良くしろというと良くなるというのが、情報通信の特徴でございます。そういった中で地区防災計画考えてみると、今の地区防災計画の作成プロセスには明示的にはデジタル技術とかデータの活用というのは盛り込まれてないのかなと思っています。こういったものについては行政とか学士経験者の指導によって使われているところはあるんですけども、ただ使われないと良くならないものですから、やっぱり使ってみるということがすごく重要で、やっぱりこういったものについて総合的にどういうふうに使えるかということを検討して、かつどれぐらい使えるのかというのを実証してみて、それで良くしていくというようなことが重要かなと思っております。そういったことで有用だということを証明されたものを使っていく、そういったことをやることによって、地区防災計画というのはますますいいものになると思いますし、皆様の命も守れるものになるのかなというふうに思っております。ということで地区防災計画、さらにあと10年かけてさらに進化しなきゃいけないと思っておりますので、こういった情報通信技術とかデータ活用についても考えていただければというふうに思います。以上です。稲田先生ありがとうございました。それでは、最後になりますね、兵庫県立大学坂本先生に最後のご講演の方をお願いしたいと思います。坂本先生の方のスライドの方も今準備しておりますので、少々お待ちくださいませ。はい、ちょうど今3名の先生方からそれぞれ10分ずついろいろお話しいただきましたけれども、関東大震災振り返りながらですね、最新の技術、そして最新の地区防災計画での検討のお話などしていただきました。最後、坂本先生には地区防災計画で災害時に支える街づくりとしてちょっとご講演をいただく予定でございます。はい、それではよろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今回の発表の内容は私にとって大変難しい内容で、というのも関東大震災100年の教訓を
振り返った地区防災計画作りと。で、私が地区防災計画のお手伝いをさせていただいている地域っていうのはほとんど水害土砂災害の被災地でして、地震の地区防災計画にはあまりなっていないという問題と、それから今日ご登壇された先生方皆様東京の方でいらっしゃるんですね。で、関東大震災の復興まちづくりにはおそらく詳しい方々、かたや私は関西ですので阪神淡路大震災の復興まちづくりならなんとかわかるけど、関東大震災の教訓を生かしたまちづくりっていうと、これとっても難しいですという中でいろいろ考えた内容を皆様にお伝えしたいと思います。これどうやって、これですね、はい、どうやって送るんですかね、遅れてますか、あ、こっちなんですね、ありがとうございます。で、関東大震災の特徴の一つとして挙げられるのが、先ほど、鍵谷先生の話にもありました広域避難です。で、関東大震災では東京にあった中央省庁が大変大きな被害を受けて、神奈川県庁も被害を受けて、地元の行政の被害が大変大きかった。それで9月3日の段階で国は皆さん地元に帰りなさいという帰郷地方行きを奨励しました。で、鉄道や船代というのも全部タダになったので、全国に人々が一斉に広域避難をしていきます。今スライドに出しているような広域避難の具合でした。で、こういう避難をしている人たちが避難した先でどうなっていたかというと、鉄道の駅ですとかそれぞれの場所に救護所というのが作られて、で、地域の人たちがその人たちを受け入れて、その人たちに炊き出しをしてボランタリーに支えてきました。で、地域の人ってもう本当にご自分のご自宅に避難してきた人を受け入れるということをしていて、そういう取り組みが全国的に見られました。こういう支えがいがなければ被災者の受け入れというのは難しかったと考えられます。矢印ですか動かない、はい、どこへ向けて、私はあ、こっち、ありがとうございます、すいません、難しいですね、私の画面に出てるのとこっちに出てるのが全然違いまして。で、私のいる兵庫県にもたくさんの人が避難してきました。で、日本人がだいたい3万人くらい避難してきたんですが、実は外国の方も大変多く避難してきました。で、外国人が9月4日から日曜日9日ぐらいにかけてだいたい1万5千人くらい避難してきたと言われています。で、当時日本の中で一番多く外国人が住んでいたのが横浜です。で、横浜に住んでいる人たちは外国人のネットワークを通して避難してきたので、圧倒的多数が神戸に避難してきました。で、神戸にはいろいろ外交団の人たちがいたんですが、その人たちが皆さん協力し合って受け入れの本部を作って、そういう避難してきた方への支援体制というのを作っていきます。で、その結果どうなったかっていうと、これ旧居留地、今度はどんどん進む旧居留地ごとの人口具合を示しているものです。で、当時一番多かったのが横浜だったんですが、翌年ぐんと減ります。で、代わって居留地人口が増えたのが神戸です。で、神戸の居留地はこの関東大震災をきっかけに外国人人口が日本一になって、その後外国の方々横浜に戻らずに兵庫にずっと居続けて、おかげで兵庫は日本を代表する国際貿易港となっていきます。で、そういう経緯もあったんで、阪神淡路大震災の時に真っ先に支援に駆けつけてくれたのが横浜の人たちでした。で、神戸市の方に関東大震災ではお世話になりましたと、今回はそのお返しに来ましたという話をしてくださったという話もあります。で、当時から、外国人間の相互支援ですとか、いろんな人たちが支え合って災害対応をやるというのが行われていました。で、それがやはり今もう生きていると思ったのが西日本豪雨災害です。で、西日本豪雨災害で私が今地区防災計画に取り組んでいる岡山県倉敷市真備町というところも大きく被害を受けました。で、私は被害を受けた岡田という地域と一緒にずっとこの5年間地区防災計画作り関わってきています。
で岡田って地区ですが、人口が3700人ぐらい、52区地区から構成される地区です。でこの単位でまちづくりをしているんですが、なんでこの単位かというと、先ほど加藤先生がおっしゃった合併前の旧町村単位というので、岡田地区というのはもともと岡田藩という藩でした、江戸時代に。でそこが真備町に組み込まれて、さらに倉敷市になっていた。なので真備の中ではこの町づくりが旧藩体制で行われています。で隣の地区、すぐ隣だろうと思うんですが、藩が違うのでなかなかそこ の, あの連携というか、なんていうんでしょう、一緒に作る体制にはならないような社会的な状況もあります。で岡田地区はこの西日本豪雨で7名の方が犠牲になって、再びこの犠牲者を出さないために町づくりをやっています。で災害の後どんな支援を受けたのかというのを調べた結果がこちらのグラフです。左が、誰から支援を受けたのか、で右がどんな内容な支援を受けたのか。で一番多く支援を受けているのは隣近所の人たち、そしてやはり知り合いの人たち、それから外部からのボランティアの支援がありましたけど、ほぼ全ての人が支援を受けていました。なので支援がなければ復興はやはり難しかったような状況があります。でどんな支援を受けたのかと聞くと、片付けですとか食料ですとか物資の支援が多かったという回答がありました。でこういう被災経験を踏まえて、じゃあこれから先どういう取り組みをするのかというと、やはり災害時避難が遅れて7名の方が犠牲になった、避難のことは必ず柱にしよう、それから被災後の生活、避難所ですとか在宅にいる人への支援がなかなか届かなかった、でこの体制も見直したいということで、当時の被災経験を冊子にまとめて、この冊子を使いながら地区防災計画の策定を進めています。で、地区防災計画作る中で52地区今あります。本当は53地区あったんですが、1地区は町づくりから脱会してしまったので今52地区になっています。で52地区で地区防災計画を作るんですが、全体の計画とやはりそれぞれの地区ごとの取り組みが違う。で地区には今回被災した地区もあれば被災していない地区もあります。温度差があるので、それぞれの温度差は承知の上で共通の部分を取り出していこうという地区防災計画作りをやっています。で地区全体で取り組むこととして挙げられるのが、防災係というのを決めて、いざという時に声掛けを作る体制をしようと最初はやっていたんですが、これも途中でつまずきました。というのも昨年度台風がありまして、で台風ですごい風が吹いている中で声掛けするのは無理でした。もっと早い段階で声掛けをしていなければいけなかったというのは気づいた。それからこの地区防災計画で地震に耐えられるかという質問が当時出ました。確かに風水害だったら高台に逃げないといけないけれども、地震だったら今いる公民館を拠点に災害対応をした方がいいんではないか、地震と水害と通じる地区防災計画作りを考えなければいけないのかではないかという話があって、避難の時の声掛けだけではなくて、避難したかどうかという情報確認をできる地区防災計画に見直すというのが出されています。でこれは全体の内容で、それぞれの地区別の内容というのはもう地区の自主性に任せますというので、声掛けのこうループを作っている地区もあれば、地区ごとの役割をボードに落としてそれで体制を考えている地域、それぞれの地区ごとのアイデアを生かしてくださいという取り組みをしています。でまたこういう地区防災計画作りというのは役員さんを中心に進められます。で地区住民に届いているかというと全員が知っているわけではないという大きな課題があります。そのためなんか今度違う人のやつになってしまってるんですよ。ちょっとこれも扱いが難しくてすいません。あれどうしてこうなかなか難しいですすいません。それで年に1回地区の方々に集まってもらった勉強会というのを開催するとともに、皆さんで意見交換をする研修会というのをしています。で年に一度役員が大きく交代しますので、そのタイミングに見てに合わせて、今新しいもの、例えば今年から新しく避難用の駐車場が整備されたりしました、こう避難用の駐車スペースが整備されたりだとか、マンホールトイレができたりとか、備蓄庫はもうリストが外に貼られていて皆さんが内容確認できるようになっています。こういう新しい取り組みを新しい役員さんに知ってもらうとともに、これまでの取り組みも知ってもらっています。
で防災係については普段は回覧板広報担当になってまして、防災の回覧板を回しながら地域の人の状況を知ってもらうと。で災害が起きたらその回覧板係を通して情報伝達をするということもやってます。地区防災計画づくりをやってて気づいたこと、一番大きいのはやはり、地域での支え合いが大事ということと、外部からの支援を受け入れるのも大事、これもこのまちづくりの中でやっていく。そして最後にマルチハザードの体制を考えなければいけない。なので水害だけではなくて地震にも通じるものを考えなければいけないという点だったと思います。それでは私の報告は以上です。スライドがうまく回せずにどうもすいませんでした。どうもありがとうございました。坂本先生ありがとうございました。それでは以上の4名の先生方から話題提供いただきましたので、次ですがトークセッションの方に移りたいと思います。恐れ入りますが先生方前の方のお席の方にご移動をお願いいたします。トークセッションにつきましては内閣府防災担当の西澤補佐より進行を務めさせていただきます。それでは西澤補佐どうぞよろしくお願いいたします。じゃあここからトークセッションにちょっと入らせていただきます。先生方に本当に今日はご報告の時間をすごい守っていただきましてありがとうございました。いやすごくお上手だなと、特に最後坂本先生がポワポワ言うこと聞きませんでしたけども、お話はすごくお上手で私すごい感心いたしました。ありがとうございます。また加藤先生もですね、加藤先生は結構お時間を広く使われることが多いんですけども、すごくビシッとやられてですね、やっぱ最初に鍵谷先生を思っていただいたのが大きいのかなと、ちょっと冗談はそんなところにしてありがとうございます。それでここからちょっと私から先生方にちょっと質問をしながらちょっとやらせていただこうかなと思ってます。で今日まず先生方の今お話の中ですごく印象に残った点を私からちょっと最初に、述べさせていただきたいと思うんですけども、やっぱり最初の鍵谷先生、それからその後の加藤先生ももちろんそうなんですけども、やっぱりこの、マンションの例なんかも上がってましたけど、あと大丸湯っていう都市の防災ですね、防災の、作り方がだいぶ変わってきている。あとその後の、稲田先生とか、坂本先生のお話の中にもありましたけど、街づくりとかですね、そういったものにもどんどん広がっているというようなお話が、一つの印象としてすごい残りました。コミュニティの、防災計画なんですけども、それが、企業の防災計画、街の防災計画がどんどん大きくなっている。皆さんご案内の、BCP、事業継続なんかの世界にも深く関わっている話でございますけれども、一つ方向性が見えてですね、大変面白いなと。あと加藤先生や稲田先生のご報告の中でちょっとあった話ですけども、やはりテクノロジーですね、最近流行りの DX とも言われますけども、そういった最新技術を、使いながら、あとシニアカーみたいなお話も加藤先生がございましたけども、そういった話がやっぱり一つ、ポイントとなって、今後のポイントとなっていくのかなと思いました。あと最後は私坂本先生のお話すごく上手だなと思ったのは、関東大震災を切り口に入られて、それそのご経験がですね、阪神淡路、それから、その後の西日本豪雨の、関西への支援にもつながっていると、いわゆる広域避難や、広域支援のお話ですね。で最後にちょっとうまくまとめられましたけども、やっぱり外部からの支援を受けるのも大切だというのもコミュニティの一つの、例だと思います。で例の室崎義信先生、ちょっとそちらの方で今日講演されてて、ここにはいらっしゃいませんけども、ちょっとお言葉を借りると、説はよくですね、土の人、水の人、風の人という言葉を言います。土の人というのはまさにコミュニティの皆様の活動、そして水の人というのはそれを支える人ですね、ボランティアの方とか公務員の方とか、いろんな方いらっしゃると思うんですけども、そして風の人はどっちかというと、インフルエンサーというとあれですけども、学者の方もいれば、ものすごいこう、影響力の大きいマスコミの方もいれば、いろんな方いると思います。SNS で一生懸命発信してくださる方もいる。そういった方が、連携していくことによって、コミュニティ防災、それから地区防災発展していくんだって話をされるんですけど、今日はまさに4人の先生方のお話はまさにそれをうまく言い当てているなと思ったところでございます。ちょっと私のまとめはちょっと長くなりましたけど、ここからちょっと先生方に順番にご質問をしたいと思っています。先生方にちょっと2つ聞きたいと、先に申し上げています。今日は先生方4人に、お話しいただいたわけではございますけども、今日、他の方々が、ご報告いただいた内容を踏まえて、先生方のご所感を最初に1ついただきたいと。
それからもう一つは、今日、まあ、関東大震災100年でいろんな話があったわけですけども、まあ、このような状況を踏まえて、あとまあ現在はご案内のように、災害の、激甚化頻発化といって今年もあの台風とかですね、災害ございました。私もあの今年災害現場に2回行く機会がありまして、先月8月、7月8月とですね2回入ってきたんですけども、本当にあの最近の災害とても厳しいなと、まあ、現場で考えてきたとあの強く思ってきたところでございます。そういった状況も踏まえながらですね、まあ、本日の参加者の先生方にあの皆様方に持って帰っていただくために今後の地区防災計画に求められることは何なのか、この2つのことについて先生方にちょっと順番に、お聞きしたいというお話をしています。まあ、あの例のことちょっといろいろ脱線してしまうことも予想されますけれども、ここからちょっと順番にお聞きしたいと思います。ではあの最初に鍵谷先生からあの、まあ、一番鍵谷先生はあの多分一番手堅くお答えになるかなと思うんであれなんですけども、まずは、他の先生方のお話も聞きながらですねちょっとご所感をいただいてもよろしいでしょうか。はい、ですね、加藤先生 の, あのシルバーカーっていうのはあれ使えるんですか。あれあんまりなんか普及 してるとね、僕の父は91年で亡くなりましたけど、僕はヤフーのオークションで落として、ヤフーのオークションで落としてシルバーカーを、まあ、ヤフーのオークションで落とせるぐらいの金額であれば買って使ってもらう。ら普及は可能なんですけど、新車高いんですよ。30万40万ですから、だから普及しないんですね。ですからああいうものをもしこう定着させようと思うと福祉のね、こう介護保険の一部として使って、はい、例えば津波が短時間で来るようなところではその点数をかさ上げするとかね、なんかそういう別の施策とセットでいかないと普及しないなと思ってます。なるほど、単なる自助努力で頑張れではなくてね、もうそれはもう無理だよね。6分で50メートル歩けないとか2階に上がれない人が6分で逃げろったってそれは無理ですよね。あそこまで乗れればなんとかたどり着けば動く、玄関まで出て乗せればたどり着く。なるほど、そうですね、それはもう福祉政策の話になりますね。ありがとうございました。稲田先生からは伺ったのでは出来の悪いソフトがめちゃくちゃ多い。あ、もうこれ本当そう思うんですよ。アプリ入れて女の使えるかよって、それもしかも結構有名な会社のがなんで出来の悪いの作るんですかね。言い訳にもなって、私も出来の悪いソフトを作ったことあるんですけども、なぜかというとやっぱり課題が何なのか、人々が何を求めているのかっていうのが想像できなくて作っちゃうんですよね。それで実際に作ってみて、それであこれ使えないよって言われて、それで改善していくというのが一般的なやり方。日本の昔のものづくりって完璧なものを最初から出すというのが当然だったんですけども、 IT っていうのはそうでない。だからベストエフォートとか言い訳言ってますけども、そういった意味で最初は出来が悪くても頑張りますから、それを含めてちょっと一緒にやりましょうみたいな形になってます。なるほど、ベータ版みたいなのがこう出てきて、その次にだんだん改良が進んでいきますから、最初のにはそんなに期待しないで文句言ってねということなんですね。あ、なるほど、分かりました、ありがとうございます。佐野先生からお聞きして、なるほどなと思ったのは、支援を受けない人はいなかったっておっしゃるんですけど、ちょっとそうですかっていうのもちょっとありましてですね、東日本なんかで私どもが行くと初めて支援の言葉をかけてもらいましたとかいう、結構そういう人多かったんですよ。やっぱりそれはだいぶあそこにたくさんの人が入ったっていうことなんですかね、それともなんかうまくいった理由は何でしょうかね。うまくいったっていうよりも、そこの支援は家族からの支援ですとか友達からの支援も込みだからだと思います。で、おそらく先生がおっしゃられているのは外部からのボランティアとか支援の話なので、こう身内からの支援は皆さん何らかの形で受けてらっしゃいました。ただですね、一般には浸水被害を受けていないエリアもあったんですよ。で、浸水被害を受けてないから被害を受けてないかというとそうではなくて、断水もしてましたし停電しているところもあったし、で、一帯が浸水しているので物が買いに行けなくて生活はかなり厳しい状況だったんですが、そういう人たちに支援が届いていたかっていうと、やはり支援は浸水している人がメイン で自分たちはそれなりに生活が苦しかったけれども支援が来なかったという方もいて、
でそういう人たちは声を大にしてなかなか言えない状況があるので、その地域内の差っていうのはかなり厳しい問題としてありましたね。あ、なるほど。そうですよね。ものすごく大きな被害を受けている人がそばにいると、小さな被害の人は声を出せない。東日本大震災でいうと津波被害を受けた地域の人がもうどうしてもメインになって、例えばマンションで停電断水でトイレがなくて避難所にも行けなくて苦しい思いをした人たちの話はそんなに出てこないということになるので、そこにも支援が向かわない。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。盛り上げていただきまして、確かにですね、今の論点は多分初めて聞かれた方にはなかなかちょっと聞きにくいところもあろうかなと思って、加藤先生今丁寧に聞いていただいて本当に感謝でございます。では加藤先生いかがでしょうか。コメントになると思うんですけど、坂本先生が関東大震災の時広域避難で神戸っていう話がありました。でそのこう関東大震災のことを改めてこう学ぶと、今常識だと思っていることが必ずしも常識でない可能性があるなっていうことがなんか発見できるんですよね。で今こう防災の目標ってこう、被害を減らす、当たり前として、多分災害を難なく乗り越えるっていうのが多分今の目標になっているというふうには僕自身は感じています。でそういう中で日本のこう災害防災のこう常識を見るとね、なんか被災者は被災者らしく被災地にとどまってものすごく苦労して過ごさなければいけないっていうなんか変な常識があるんですよね。昔の広域避難は、借地の人が多かったこともあって割とこう流動性が高かったんですよね。なのでみんな財産を全部第八車に乗っけてとぼとぼ歩いて埼玉の草加とか大宮ぐらいまでみんな行ってたわけですよね。で電車飛行機、飛行機ないか、で電車船乗れればもっと遠くにもこう行ってたと。でその辺の事情の違いはあるんだけど、被災地から出るっていうのをこれマイナスじゃなくてなんかもっとポジティブに位置づけるっていうのもなんか僕は十二分にあり得るかなっていうふうに実は思ってます。でこう今までやや批判的に見られていたのは出てっちゃったことで被災者じゃなくなるっていうようなね、なんかそういう、 こう扱いを受けるこうデメリットが強調されすぎてたんだけど、やっぱりこう上手に使うと僕はプラスになると。でただ昔と比べるとその大都市と地方の関係性っていうのが30年前ならかなり濃かったんですよね。今だんだん薄まってるので、それすらやりにくくなってるかもしれないけど、やっぱこう少しこう常識を疑って見直していくっていうことがなんかとても大事だなっていうのを先生方のお話を聞いてて感じました。でそれから、DXデジタル技術の話について僕昔そういうことを割とやってて、で25年ぐらい前に延焼シミュレーションをこう作ってこう住民の人にこう見せていろいろやってたりしてたんですけど、その時感じたのは今割とリアリティを高めてこう表現して危機感を持ってもらうっていう方向にあるんだけど、当時はちょうどこう 3D なんかがこう やれるようにやっとこうなったぐらいのところで、ずっと平面でやってたんですが、一回 3G をですね、街づくりの現場で小学校のこう体育館の大スクリーンにこう喋りながらこう映してみたらちょっと怖すぎたんですよね。ちょっと怖すぎたんですよ。であれ怖いもの見ると考えるのやめとこうかなっていう逆効果もあるので、なんかねこうバーチャルとリアリティのなんか中間ぐらいのところを狙うとこう一番こう上手に伝わるなってその時に感じました。であと VR に関してもこう多分僕が一番最初だと思うんですけど、もう十数年前に僕ちゃんと論文書いてないので何年書いてる。そうそうそう。僕が一番とか言ってもなんか空手方なんですけど、こうスマホ越しにこう街を見るとこう危険性が分かる、浸水深も分かるっていうのをこう作ったんですけど、その時も結構マスコミがVR でこんなんできるようになりましたってこう報道してくれるんですが、一社だけですよ。一社だけ朝日新聞の、ね、神奈川県版の人だけがちゃんと書いてくれたんですよ。でその何書いてほしかったかっていうと、単なるあれ おもちゃに過ぎないですよね、単独で存在してたら。じゃなくてあれをちゃんとこう街づくりのプログラムの中でどう使っていくのかっていう使い方とセットで初めて意味が持つんですよね。
でその言葉で書いてくれたのはあの朝日新聞の神奈川県版だけで、残りは、ね、あのなんか VR でできるようになりました、おもちゃができましたみたいな話だったんですよ。でその状態だと多分役に立たないんですよね。なのでその意味でこうデジタル系の技術の人と実際に使 こう現場の方とだからやっぱ一緒になってなんかこういいものを開発して、多分今の技術であればもっともっと、ね、こう新しいいいものができるはずなんですよね。ですからなんかそういうなんかこう仕組みっていうかね、そういうこう体制っていうのをなんかこう作っていけるといいなと改めて感じました。いや、あの本当にその通りで、やっぱりあのなんて言うんでしょうか、バーチャル空間の利用の仕方っていうのがやっぱり前はテクノロジー主導でいって人間っていうことをなんか見落としてた感じがするんですよね。まあ、最近あの行動経済学ですとか、あるいはあの意思決定の科学ですとか認知とかの研究っていうのが進んで、どういった塩梅だと人によく共感を得るかみたいなところがまあ進んできたんで、まあ我々あの分離融合の研究とか言っておりますけれども、まあそういったところの研究が実は最近急進展しているので、まあそういった意味であの同じようなことでも今やるとまた違った効果が出るのかなというふうに思ったりもしております。あのちなみにあのこうあの天才学ぶくんってい こうアプリがあるんですけどであれあのこうあの水が浸水がここまで来るっていうのがこうあのカメラ越しに分かるってやつなんですけど、その深さ の, こうあの、リアルあの実感が湧くようにあのお父さんとこう子供手をつないだこうこう子供のですねこう絵をこう入れて、であとこう測量で使うようなあのメジャーを横に入れて高さがはっきり読み取れるようにあのしたんですよね。で実はあのデザインっていうのはあの葛飾区のこう町の人と議論しながらこういうデザインでやると分かりやすいんだっていうフィードバックを受けてあれに実はしてるんですよね。でそういうのってあの僕ら研究者よりかは町の人の方が感度がいいので、やっぱそういうそこまでこう巻き込んで作れるといいなと思いました。でそれ最後に言われたのはですね、あのお父さんの首ぐらいまでこう浸水したときにお父さん冷静にこう子供の手をつないでこういるわけですよねで町の人からお父さん何やってんだと、肩車ぐらいした方がいいんじゃないかみたいなそこまでやるとちょっとあのコストもかかったので、まあ、そこはちょっと我慢してくださいっていう話になりました。はい、ありがとうございました。井上先生、何かコメントありますか。いや、あの私自身はあの町づくりとあの防災の関連というのがすごく最近重要になっているのかなというふうに思っていて、あの実は地区防災計画ということで地区だけを考えるみたいなところではなくって、もう少し行政を巻き込んで町づくりみたいなところを考えなきゃいけないのかな、でテクノロジーがそれをサポートしているのかなとも思っているんです。例えば最近どういうのができるかというと、10年後こういった要するに道路を変えます、町の駅の周辺こう変えますというのをバーチャル空間で作ることができるんですよね。まあ、最近バーチャル渋谷なんていうのが流行ってますけども、バーチャルの渋谷でなんかコンサートなんかやってどこでも日本中どこでも見れるみたいな感じがありますけども、まあ、実際そういったなんていうんですか、バーチャル空間でやると自分がその街を歩いているような感じで、そうするといろいろとあらも見えるわけですよね。まあ、建物なんかもそうなんですけども、ここなんかちょっと出っ張っててこれ見に苦しいからなんとか設計変えてくんないとかですね、あの例えばトヨタさんなんか工場で機械を置いてバーチャルに置いてですよ、であの見てそれで要するに作業させてみてこれちょっと低いからダメとかですね、かがむと要するに腰を悪くする人いっぱいいるみたいな形で、まあ、そういったあの割と実感に基づいたことができるようになっている、まあ、これを街づくりに生かす、すると防災を見る面も少し変わってくるし、実はあの防災も街づくりみたいなことになると自分たちの街を良くするという話なので、まあ、そういった意味であのワクワク感が出てくるのかな。やっぱり人間ってワクワク感が出るとかですね、将来が良くなるとかいうふうにならないとやる気にならない。やっぱそういったところをやはりこれからも少しやるようなことっていうのがすごく重要で、まあ、そういった意味ではあの西田様の方から街づくりみたいなところがキーワードで出ましたけれども、私もそういった要素をきちっと入れる形でですね、あの地区防災計画を自分たちの身の回りも重要なんですけれども、そういったあの公共空間というのをどう広げるかという観点から広げることも合わせて重要だというふうに思っております。以上です。
ありがとうございました。今大変重要なご指摘があったと思います。まちづくりとか自分の身の回りからっていうお話ももちろんなんですけども、私がまあおっと思ったのは、今日4人の先生方がまあ同じなんですけど、やっぱりワクワクするっていうか、まあ、防災もっていうんですかね、そういったところがやっぱり入っていくっていうことがすごく重要だというお話だと思います。まあ、やりがいを感じる、楽しさを感じる、そういったところが今日お話の中で、防災楽しいことばかりではないんですけども、そういうポイントがちょっとあるのかなと思って聞いておりました。次は坂本先生にちょっとお伺いするんですけど、先ほど加藤先生からちょっと坂本先生の得意とする広域避難や避難のお話なんかも出ましたけれども、ちょっとそこも踏まえてポイントをいただけますでしょうか。はい、当時、先ほどのお話で当時の人は賃貸住宅に住んでいて広域避難に抵抗がなかったってお話がありましたが、今の人はというと、東日本大震災があってみなし仮設住宅という仕組みができて、でそれも災害が起きたときに遡って家賃の補填があるというので、災害が起きた後に地域から離れてしまってみなし仮設住宅での生活を選ばれる方が、間引いてもかなりの数いらっしゃいました。で次、災害があったときももしそういう制度が使われるのであれば、もう地域を離れて最初からみなしに行った方がいいかもねという話があったんですが、その一方でまだ地元の学校に通学しなければいけないという大変さがあったりだとか、結局それがあったがゆえに人口が減ってしまって戻ってこない人がいるという大きな悩みがあります。なので、地域外に出てしまうと今度帰ってきてもらうのにその地域の魅力を伝えていかなければいけない。でそういう意味でまちづくりの役割、まちづくり協議会の役割ですとか地域の役割というのはすごく大きなものだと思います。で先ほど真備町の事例をご紹介したときに一地区、今回まちづくりからやめてしまったところがあるという話をしましたが、で防災、地区防災計画をやるにあたって地域がどういうことをやっているのかわからないと、で町づくりに入っていくことが自分たちのメリットになるかどうかもわからないと脱会してしまったんですね。でこれは大変残念な話で、地域の人たちに町づくり協議会が災害時に持つ役割をきちんと伝えて分かってもらえるようにしないと町づくり協議会から離れていってしまうという現状もあります。でそのため町づくりを頑張って地域を魅力的な地域に変えていって災害に強い地域に変えていく、でそれが人口減少を防ぐ大事な方策だと考えています。で防災だけではなくて、四季に合わせた行事をやったりとか、ここは金田一耕助のを使った町づくりも頑張っているところでして、横溝正史が第二次世界大戦の時に疎開していた先でもあって、で金田一を作った町づくりなんかもやっているので、そういうのも地域の方よくご存知なので、いろんな行事と防災と組み合わせながら魅力的な地域にしていきたいという考え方でいます。はい、大変丁寧にありがとうございました。具体的にはどうやって防災をこううまく盛り上げていくか、コミュニティ防災を盛り上げていくかというすごい今示唆的なお話があったかと思います。まあ、いろいろな行事と組み合わせるんだというお話ですけれども、まあ、最近地区防災計画 の研究なんかでは、地域の行事、いろんな行事あります。例えば防犯活動とか環境活動とか、あとお祭りとか、まあ、いろんなものがあるわけですけども、あと運動会とかですね、そういったものをやっぱり組み合わせて、まあ、先ほどちょっと申し上げたワクワク感ではないですけども、皆さんこう一緒にやっていくっていうことがやっぱり一つのポイントなのかな。今坂本先生の実例に基づいた、まあ、ご指摘が大変ちょっと示唆に伴うものだと思いました。ありがとうございました。であと、残り時間がですね17分ほどあって、最後ちょっと質問を1つか2つ受けたいと思うので、ここでちょっともう時間も早いんですけど、先生方に、まあ、最後の一言ではないんですが、ぜひ今日会場の皆様に持って帰っていただきたい、話をちょっとしていただきたいなと。まあ、具体的な事例と合わせて、まあ、今後の地区防災計画に何が求められるかということで、まあ、お一人3分程度、自由にご発言いただければと思います。では今の順番で鍵谷先生からお願いできますか。はい、ですね、まあ、地区防災計画の面白いところはこのいろんな人が集まってやる対話をするんで、その多様性が創造性を生むんですね。
あ、なるほどね、あ、それいいの、あ、面白い。例えばこう4人でいるじゃないですか。私にテクノロジーの話させたらもう大変ですよだから、いや、そういう意味ではこうみんなが揃うってことでいろんなことができる。だからパネルディスカッションって面白いんですよね。そういう意味でもその多様な人が集まる場としての地区防災計画 の重要性っていうのはあるかなと思います。で、人間昔から学びっていうのは基本的には対話で学んできたんですね。ソクラテスの対話とかなんとかって、あの対話をして質問をする。そうすると先生が、うん、面白い質問だな、じゃあこう考えるのはどうだって言って、だんだんこうやり取りしながら我々は学びを深めてきたっていう、まあ、人類の知恵っていうのは対話によって作られてきた。別にコンピューターが作ってきたわけじゃないわけです。そういった意味でのその基本的な対話をやるっていう地区防災計画でワークショップやりながら作っていくっていうのの魅力があるかなと思います。で、3番目、ですね、やっぱり緩いつながりの大切さなんですよ。今の社会、例えば昔ながらのコミュニティって、これは強いつながりですね。強いつながりはしがらみが多くて面倒くさくて、あのやりたいことができないんですよ。ちょっとデートしてもすぐバレちゃうわけです。そこである程度こうふわっと緩い中でですね、あのいざっていう時は頼れる。でも普段も信頼できる仲間がたくさんいるっていう、その緩いつながりを持てるっていうのも、まあ、地区防災計画を作りながらですね、緩いつながりを作って、あ、こういう人がいらっしゃるんだな、ああいう人がいらっしゃる、信用できるね、あの人は、そういうこともできるメリットはあるのかなというふうに思っています。まあ、そういうところで、地区防災計画作りに取り組むことで、まあ、簡単に言えば幸せになっていくと、それも自分だけじゃなくて、できるだけ多くの人が、もっと言えば誰もがということなんでしょうけれども、そのためには特に弱い人のことを考えるということが大事かな。怖かすがいとかね、思いますので、子どものことを考えながら、あるいはお年寄りのことを考えながら、障害のある人を考えながら、ゆるいつながりをやっていこうと。以上です。ありがとうございます。今のコメントは まさに神谷先生らしいなと思ったのは、高知の下地の計画、今日ちょっとお話ありましたけど、あそこはなんか幸せに、まあ、自分たちがなるための物語っていうのをテーマにして、うまく作られているんですけど、まさに今先生がご指摘になった3点が、要約されている話でございまして、大変ちょっとしたいとも話かなと思いました。ありがとうございます。では加藤先生お願いいたします。はい、4つあります。で、1つはやっぱりこう地域特性に応じたやっぱりこう地区防災計画があると。で、こう大都市、地方都市、過疎エリアっていうだけではなくて、それぞれの中でもやっぱりそれぞれのやっぱ地域特性があるので、なのでこう自分たちに合うこう地区防災計画っていうのは自分たちでちゃんとこう作り出さないといけないんだというのが1点目ですよね。で、2点目は今日の鍵谷先生の話の中にも含まれてたんですが、やっぱりこういろんなところでいろんなやっぱ工夫があるので、やっぱこうその工夫をこう学び合う場というのがとても重要で、従来やってた地区防災計画フォーラム、昨年までやってたやつはそういう場でもあったんですよね。いろんな地域の人が出てきて、うちはこんなことやってるっていうのがあったんですけど、まあ、そういうものをさらにこう拡充していくといいかなと。まあ、地区防災計画学会というのもありますので、まあ、そういう場も活用しながら学び合いをしていくと。で、それから3点目がですね、やっぱ地区防災計画、やっぱこれまでのステージだとまずはこう作ってみるっていうのが大事だっていうので、そのスタートアップの時期だったような気がするんですよね。で、スタートアップがスタートアップのままだとできることはできます、やれます、で、やって楽しかった、で、ちょっと根性も出てきました、で、そこで満足する可能性があるんですよね。で、これだけ僕たちは楽しく根性を出して頑張ってるから大丈夫に違いないって、本当に大丈夫かっていう確認をですね、やっぱりする時期に入ってきているような気がします。で、まあ、そういう時にそのこうテクノロジーとかDX みたいなものもきちんと使えていけるといいので、そういうものが使える環境を、まあ、むしろ僕らとか、ね、国とかそういうところでやっぱりきちんと準備していくことが重要だと。まあ、いずれにしても頑張ってるふりになってないかってい う確認をするということが大事だと思います。で、それから4番目がですね、ここにいらっしゃる人は全然問題ないんですけど、ここにいらっしゃらずに地区防災計画に携わっている人の中には、防災という、 こう縦割りの計画だっていう誤解をしている人がまだまだいらっしゃると思うんですね。
で例えば町会で地区防災計画を作りましょう、あじゃあこれは自主防災組織の あの人にお願いして作ってもらいましょうって自主防災組織 あのこう行動計画になっちゃってるところももしかするとあるかもしれないのでそうじゃないんですよね。地域にあるいろんなこう資源をこうつないでこう上手に要するに横につなぐむしろ計画だっていうふうに思った方がいいと。だそこの誤解をなくした上で爆発的に普及するといいなと願っています。はい、以上です。ありがとうございました。今のお話の中で3点目が私すごい重いなと思ったんですけど、まあ、地区防災計画を、まあ、ある程度、まあ、作れる段階になっているところだったらあるんだけども、それが実際にどういう段階なのかっていうのはなかなかちょっと測りにくいというところもあろうと思います。まあ、先生は今本当に大丈夫かっていうすごい言い方をされたんですが、ドキッとする話です。テクノロジーの話もありますけども、科学的にそれが実際どうなのかっていうのはやっぱり皆さん気になるところだと思いますので、これ、まあ、今学会のお話とか国のお話ございましたけども、ちょっと大きな課題だなと思って伺いました。ありがとうございました。それでは稲田先生いかがでしょうか。ちょっと違った業界で、まあ、日本今全国でDX とか変革とかということ言われてるじゃないですか。いろんな事例見てると、例えば山中漆器の変革だとか金型組合の変革とかっていう事例見てるとですね、みんながやりましょうということないんですよね。で何が起こってるかというと、やりたい人だけで始める。だけどもやってることどうも良さそうだから加えてくれって言うと、それは温かく迎え入れるみたいな、そういうやり方で変革するっていうところがすごく増えていて、企業なんかもそうなんですよね。まあ、そういった意味で行政ってどちらかというとみんなでっていう話になってるんですけども、やっぱり変えるっていうところっていうのはみんなでできないんじゃないかと思っていて、みんなをそういったものに迎え入れなきゃいけないけども、変えることはやっぱり変えることが分かっている人でやるしかないかもしれんなと最近思ったりもしていて、まあ、そういったやりたくって、それで将来が見えている人がやっていると新しいことが見えるようになるんです。で見えるようになると、どうも昔のやり方よりもそっちの方がいいよねみたいな形でそこに参加する人が増えていって、で世の中自体がじわっと変わっていくみたいな形になっているので、まあ、そういった意味でイノベーションとか社会変革ってそんなもんかもしれんなと最近思ってます。まあ、そういった意味では何て言うんでしょうか、どうやって地区防災計画を脱皮していくのか、次の世代に向けて脱皮していくのかという時に、そういったことを考えてもいいのかもしれんな。ただそういった時に都市でやるとですね、やっぱりやばいんですよね。叩かれるんで、例えば炎上したりしますので、そうするとやっぱりそういったところを炎上させないためにはですね、しっかりと行政を抱き込んでですね、そういった意味で行政と責任を分担するような形で、どちらかというと炎上するときは行政にサポートしてもらうような形でやるということもなんか重要かなとか思ったりもしていて、まあ、そういった意味ではこれから街づくりの話もありますので、ますます行政と少し分担をしながら、特にやばいところは行政に分担してもらうような形でやるということも重要かなというふうに思ったりもしております。以上です。ありがとうございます。稲田先生は総務省の高官のご出身なので、今行政の方に怒ってこられて私は思わなかったんですけども、でも今先生のお話の中のいわゆるイノベーション、社会変革をするための、まあ、考え方の一つとしてですね、ちょっと下に飛ぶことが多分皆様方は思うところがあるんじゃないかなと思って聞いておりました。まあなかなかですね、うまくいかないときに行政 まあ、旗を使うという言い方がいいかどうか分かりませんけれども、地区防災計画を法律に落とし込んだのは法律にある制度として旗として、ね、振るのに有効じゃないかという話ももちろんありました。ただもちろん前から自主防災組織の、自主防災組織のための活動計画とあったりしたわけですけども、もちろん今加藤先生がいろいろご指摘になったようにいろんな問題点があったわけですが、その中で地区防災計画というのが、まあ、みんなと一緒に合意を図って作っていく。で先ほど横の連携という話加藤先生されましたけれども、そういったものを図っていく中で、まあ、行政というとあれですけれども、法律に基づいた制度というのが一つの旗として触れるんじゃないか、そういう話がちょっとあったこともございまして、今稲田先生のお話を聞いて私ちょっとそういうのをちょっと思い出したところでございます。大変ありがとうございました。では最後に坂本先生お願いいたします。はい、私からは2点あります。で1点目は先ほど稲田先生もおっしゃられた行政との距離感
の問題でして、今日ご紹介した岡田地区の地区防災計画は最初はもう地域主導でやってました。行政はノータッチでして、年に1回防災研修をやるところに行政が来られていたぐらいだったんですが、去年ぐらいから行政の方が来てくださるようになって、一緒に地区防災計画の議論に入っていると行政の悩みをいっぱい語ってくださるようになりました。で、例えば避難所で物資を配ろうとしたのにここの部局からストップが入ったとか、この研修をするためにどっかのところに声掛けしたけど厳しかった話とか、避難に関する情報を出そうとして悩まれたこととか、こう行政の悩みをよく話してくださるようになって、そうすると地域の人も行政のできることできないことと防災担当の方が抱えている縦割りの中での苦労ということの理解がすごい深まっていったように思います。ただそこまで来てくださって話していただくには時間がかかっているので、互いに時間をかけて信頼関係を作って、そして歩み寄れるところで歩み寄って作っていく。なので全部行政に丸投げするのではなくて、行政の方と地域が対等に対話して計画を作れるように持っていくっていうのが大事ではないかなと思います。それから2点目ですが、地区防災計画は伸びしろのある地区防災計画にしていく必要があると思います。で、まび今の岡田地区のも最初から全部の地区の地区防災計画を作ることは難しくて、で現在52のうちの11地区の防災計画はできているんですが、まだまだできていないところもあります。でやっている中で他の地域の真似をしてもいいよ、でもオリジナルでもいいですよという話をしていると、どん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 オリジナルの追求型の計画が増えていて、やっぱり人の地区とはに負けたくないとか、うちの地区の良さをアピールしたいっていうのは人間のあのどっかにある本性に近いものなのかもしれないです。もちろん真似でもいいですって言って、うちの地区はそれぐらいしかできませんよとおっしゃってるところがあるんですが、そういう多様性を大事にする地区防災計画を作っていくといいんではないかと思います。で、真備町は被害を受けてるんで、これまでも、地域に対する外部からの視察の依頼みたいなのがあったんですが、去年ぐらいからですね、地区防災計画とか街づくりについて教えてくださいっていう視察が増えてきています。なので被災経験を伝えるだけではなくて、その後の街づくりのプロセスも含めて現在地域の方がお伝えしてくださってるんですが、そういう他の地区との交流もそういう意識を高めるいい機会になっていると思いますので、いろんな地区とこういう地区防災計画についてコミュニケーションを取れるような場があるといいと思います。以上です。ありがとうございます。今の先生、今2点っておっしゃいますけど、私はポイントは3点あるんじゃないかなと思ってまして、1点はまあ、いわゆる行政との連携ですね。もともと地区防災計画は皆さんご案内のように市町村の地域防災計画に埋め込むことに一つの意義がある。つまり、市町村と、コミュニティが連携して地域防災力を上げるというところにポイントがあるんですけども、今まさに行政とうまく連携するやり方についてご説明があったと思います。一つの大きなポイントかなと。あともう一つはですね、地区防災計画、隣の地区がですね、これ私あるマンションの例なんですけども、隣のマンションが地区防災計画作ると自分のところも作りたいって隣のマンションが言い出すんですね。で、どういうことかって、あそこにあるのにうちにはないのにおかしい。で、隣のやつがなんかすごい青く見えるみたいなノリなんですけども、で、どん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 広がっていくっていうのがあります。一つのポイントなのかなと。この前のセッションでマンションの話ありましたけども、まさにあそこでやっていたマンションソフィアステーシアの安倍先生 の例なんかは分かりやすい例ですが、どん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 周りに広がっていくというのがポイントかなと。あと最後におっしゃった他の地区とか他のところの人が見に来てくれるとですね、まあ、交流も広がるんですけども、やりがいを感じて地区がどん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 こう頑張るみたいな話、ほんでポイントを今うまくいっていただいたなと思います。ありがとうございました。で、これ4人の先生方に対する、セッションを終わらせていただきます。ありがとうございました。では最後司会に戻させていただきます。はい、それでは登壇者の先生方、本当にありがとうございました。最後に事務局からご参加いただいた皆様にお願いがございます。来場の皆様にはぜひアンケート用紙のご回答の方をお願いいたします。出口の方でアンケートを記入いただいたものをお預かりさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。またオンラインでご視聴いただいている皆様につきましても、 YouTube、概要欄記載のアンケート URL よりアンケートのご回答をお願いいたします。それでは以上をもちまして地区防災計画フォーラムを終了いたします。本日は最後までご参加いただきまして誠にありがとうございました。